はいみなさんこんにちは、ゆリシャと申します。本日は真犯人フラグ第3話の考察をしていければと思っております。まあ、真犯人フラグの考察動画ですね、めちゃめちゃいろんな方がやっておりますし、まあ、長い動画だとですね、最後までご視聴いただけないかもしれないので、ちょっと最初にですね、えー、今回の動画、どういう話になるのかっていうのをダイジェストからお話しさせていただければというふうに思っております。まずですね、やはり第3話まで来てみても、り介がですね、すごく追い詰められている感じが継続しているなというふうに思っています。そしてですね、ちょっと今まで私動画の中では言及してこなかった なかったんですけれどもあのプロピンの考察がですねあの全然窓出てないじゃないですかむしろデマを拡散しているような状況でございますのでこれむしろなんか考察班である我々とかまあ、文,字文字メディアとかでやってる方含めてですね挑発というか勝手な想像で話進めるんじゃねえぞみたいな感じにちょっと、えー、見えてこなくもないなという風に思った次第でございましたそして今回まあ、第3話が終わって来週第4話不倫疑惑に話が入っていくわけでございますけれどもなんかね相変わらずデビッドフィンチャーのそのゴーンガールっぽさっていうかストーリーを踏襲しているような展開って 이런있 거. 進んででいるので非常にそこのところは本当にご恩があるっぽいなーっていうふうに今回も見ながら思ったんですけれどもだから逆に結末違うのかなみたいな感じでちょっと逆に思い始めている部分もえございますよとであと光とですね一子が付き合っているって形で話今回進みましたけれどもあの言葉本当に信じていいのかっていうのは疑問が残りますよと,でと山田サッカーコーチですねと団地のですねとも子がなんか意味深な関係っぽいんですけれども意味深な関係っぽい怪しいだったら話終わっちゃうのでそれを考えるとこの2人が犯人で終わるなんてそんな簡単なことはないんじゃないかなというふうに思う 思っておりますよと山、ねまあ、中でね、えー、携帯電話であるとかですね指輪であるとかということが、えー、見つかりましたけれどもあのわざわざあれわざとやったでしょわざとやってそこにわざと出向かせてるでしょそんなことをしたらあのこれがですね意図的じゃなかったらさすがに証拠として分かりやすすぎますので絶対わざとやってるわけですよね。 犯人ののうちの誰かがわざとやっているわけでございますので、まあ、それを考えると、実はこのエピソードっていうのをよく考察しても、まあ、真相には実はつながらないと、今後のストーリーのどっかに対する伏線であるかもしれないけれども、まあ、真相にはつながらないので、実はそんな重要じゃないのかなというふうに思ったりもいたしました。であとはですね、いろいろな私、誰が犯人かであるとか、複数犯なのかな、それとも自宅自演なのかなとか、いろいろ考えているんですけれども、なんとなく吉野、吉根京子さん演じるみずほの単独犯だけはほぼなし,となしで確定かなというふうに思ってきた この辺の話をですねより、えー、展開していければというふうに思っております。で、考察のですね前提条件からまずお話しさせていただければと思うんですけど毎回ね同じところから始まってるんですけれども私9月26日の、えー、と真犯人フラグの放送前に何となく設定を見てゴーンガルっぽいなというふうに思ったので お前もゴーンガールって言ってパクってんのかって言われないために先に追悼しておいたよってことを一応毎回発表させていただいているので、まあ、ゴーンガールについて言及することに関してはお許しいただければというふうに思っております。で、またですね、非常に考察がもう第3話の時点から、こう、なんて言うんだろうな、激しく盛り上がりを見せているんですけれども、やはり2ークールのドラマでありますので、 この第3話の時点で真相がわかるなんてことはまずないと思うんですよね。ですので、まあ、あの、確かに今後の真相につながる伏線もどっかにはもうすでに出ているかもしれないんですけれども、まあ、フェイクの伏線もですね、たくさんあると思いますので、まあ、それを考えると、まずその、真犯人が誰かとか、 結末どうなるのかっていうよりも、この第1クール、つまり12月の時点でどういう着地を見せて、一回着地すると思うんですよ。その上で1月から後半の3ヶ月、どういう展開になっていくのかっていうような2クールで物語を見ていくとですね、ちょっと冷静になれるかなというふうに思っています。ですので、これ怪しいぞ、あれ怪しいぞ、それこそさっきの、ね、山田ととも子のあのね、サッカーコーチと団地の奥さんとの関係とかもそうですけども、怪しいぞっていうふうに思ったら全部怪しく見えるんですよ。このドラマっていうのは。ですので、 木を見て森を見ずにならないようにあくまでも今は大きな森っていうのは奥さんが失踪しているよっていう件が一つであとはまだ家族が誰も死んではいないですけれどもあの冷凍遺体が1人送られてきているじゃないですかお子さんのねなので1人子供は死んでいるという状況なんですそれを殺したの誰っていうところこれがやっぱり大きな森でございますのでその森の真相のために 今、いろんなちっちゃな伏線っていうのができているわけなので、ちっちゃい伏線にこだわりすぎないように極力私はしたいなと思いつつ、やっぱり気になるよね。やっぱり気になるので、その辺はちょっと私もですね、気をつけながらいろいろと見ていければというふうに思っております。あとはやっぱり穴番の時に、その小野ちゃんね、奈緒さん演じる小野ちゃんが非常に怪しく見えてサイコパス感があったけれども、実際はですね、全然その犯人とは関係なかったってことでございますので、それこそまさに木を見て森を見ずに、えー、なりかねない部分だと思っているんですよね。つまり、 これ仮の話ですよ。仮に一世が犯人だとした場合に、すごく単純だけど、ないと思うけど、一星が犯人だとした場合に、この時系列、回を追うごとに、一世が犯人ならば、一世で怪しい部分とか小さな,なんか何かっていうのは、すべて本物の伏線なんですよね。でも一世のみが犯人であれば、 この辺の別の怪しい面々の「ん怪しいぞん怪しいぞ?」ぞって思った部分っていうのは全部怪しいぞって思ったけれどもそれは全然本編のガチな伏線とは違ったよってことじゃないですか、まあ、まさにそれは木を見て森を見ずになりますのでそして小野ちゃんの形スになりますのでそこのところは私気をつけていきたいなと。 気になった伏線に固執してしまうと、そこから疑心暗鬼になって、勝手に頭の中で妄想的な感じでの結末を、えー、予想してしまう可能性っていうのもあるので、極力そうならないように気をつけたいと思いますって言ったときに、誰かどっかの考察の人を馬鹿にしてるんですかって思われるかもしれないですけど、違う違う違う,違う天とてあの。天国と地獄で私がやったことです。天国と地獄で私は、うん、山木が犯人だって思ったら全然違ったので、あの自分自身をこうあの自戒しておりますので、そういうことでございます。 はい、であとはオチ決まってるかもなんですけどもこれ大ちゃんから私言ってるんですけどもオチが決まっていないと思ってみるとその何ていうの怪しいと思う伏線にのめり込んで もう頭混乱するような迷宮に入り込まないで済むので、ちょっとやっぱ冷静に冷静にね、えー、物語を見れればというふうに思っております。その上で、えっ、ー、と、じゃあ今回の話少しずつ紐解いていければと思うんですけれども、まず、良介をめぐる状況の構図の変化なんですけれども、変化ないっすね、基本的には。基本的には変化ないと思っていて、まあ、第1話の最後で、 自分の息子と思われる遺体がやってきた、まあ、第2話の最初ですけれどもそしてその後、まあ、今回は、えっと、ローファーですねと靴が自分の娘と同じものと思われるものが、えー、コンクリートに埋まっていたよとえっ、ー、っていう風になったとでも両方とも別に直接的に自分の娘と息子の遺体が出てきたというわけではございませんでしたそして今回の第3話ではその、まあ、娘の携帯とあとはその 奥さんの、えー、指輪がなという形が、えー、発見されましたけれどもそれもその一部が見つかったけれども当の本人が存命しているか、えー、亡くなっているかっていうことは、えー、明かされませんでしたと。で今回まあ一世は出てまいりましたけれども総じ、まあ、てとにかく今回の時点で良介の家族の一部がこうなんてつうのえっって思うだえっ死んじゃったってこうちょっとでも脳裏にこうよぎるような。 何かを第一は第二は第三はで描いてきているんですよね。なのでこれが非常にあのー、私としては今引っかかっている部分です。一番。要は良介を精神的に。 追い詰めようとしているような事象がパッパッパッとこう、えー、起きておりますしそれこそもう運送運送会社にクレームの電話がね、えー、鳴りやまないってことであるとかあとはまあ考察好きの方も来週のストーリー見ていると思うんで、まあ、申し上げますけれども来週はその涼介が、まあ、今回最後のところですよの、ね、ほらあのそのなんつうの死んだ人と思うやられる体の話もありましたけれども まあ来週、その記者会見をしてしたら、そこでその不倫をしている疑惑っていうのを突きつけられるようなんですよね。だからそうすると、またその風評で、こいつ最低みたいな感じになるじゃないですか。今、そのスパイラルなんですよね。そのスパイラルになっているので、やっぱり、涼介に対する恨みというか、涼介をとにかく追い こもううううととととしててていいい、えー、いるるっっがず起きなというふうに個人的には思っていますあのだから何っていうことまでは突き止められてはいないんですけれどもとにかく涼介を巡る構図っていうのは涼介自身が今とにかくどん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 追い詰められている追い込まれているというような形というふうに考えておりますでプロピンの考察が示すものなんですけれどもこの中に確かに真相にその。 値するる何かが隠されている可能性もゼロではないいと思いますなんですけれども、動画見れば実際 YouTube 上がってますけれども、YouTube 見ればわかりますけれども、あの、とんでもねえ YouTuber なんですよ。目明け YouTuber もいいところの、とんでもねえことを言ってるし、ほら、この全ては旦那のシナリオみたいな感じで、その、旦那がやったんだみたいな陰謀論みたいなことをですね、今撒いている状態でございますので、まあ、それを考えると、ちょっとこう、迷惑系 YouTuber 的な側面があるよと。なんですけれども、なんか見ていてちょっと、 なんていうのかなこうのめり込むというか見ていて面白い部分っていうのもありますのでなんとなくこれっていうのは私含めてあのこのドラマをその好き勝手自分の解釈でこれが伏線だここが怪しいみたいな感じで言っている考察班をエスカレートさせたらこうなると思うんですよ。犯人はこいつだ こいつが怪しい。あいつとあいつはつながってる。みたいなね。こういった形で陰謀論に近い部分っていうのがありますので、なんかそれを、なんて言うんだろうな。あのね、警告してるほどじゃないけれども、 馬鹿にしてること思うけれどもなんとなく挑発とかちょっと揶揄しているっていう感じなの考えすぎかな私が考えすぎかもしれないんですけれどもちょっと思う部分があるのでだからそのさっきも言った通り木を見て森を見ずにならないように自分自身がこれが真実だと思ったもので解釈していくと都合のいい解釈しかできなくなるので,でそうならないように私個人としてはですね頑張っていこうかなというふうに思っております。はい で、ローファーと不倫ネターとゴンガール路線継続ということなんですけれども、まあ、あのローファーが別にゴンガールに出てくるわけではないんですけれども、ゴンガールって、やっぱり旦那が奥さんを殺したっていう、ゴンガール、これね、デビッド・フィンチャー監督の名作ですけれども、旦那が奥さんを殺したっていうような感じの体で、 あの、話が進んでいくんだけれども、全部奥さんの自作自演でしたっていう話なんですね。もう毎回考察言ってるからネタバレ普通にしちゃいましたけれども、まあ、そういうオチなんですよ。だから奥さんの一種の報復行為みたいな感じのものがゴンガールなんですけれども、今その先ほど申し上げたその、良介をめぐる状況の変化っていうところで申し上げた通り、良介自身が今追い込まれていっておりますし、 あとは、とにかくその宮沢りえさん演じる奥さん、お母さんが全然出てこない。全然回想ちょっとしか出てこないと。宮沢りえさん級がと。という風になった時に、やはり前半、この12月までは、良介を主人公とした良介の視点での物語が進んでいって、で、後半1月からは奥さん視点での物語が進んでいくと、ゴンガルまんまなんだけれども、ゴンガル的には一歩の2時間ちょっとの映画で、前半1時間、後半1時間でそれをやったので、 まあ、そ,その宮沢りえさんが全然出てこないってことを考えるとその構図っていうのは、まあ、消しきれないっていうところがえありますなんですけれどもあまりにゴーンガールっぽさっていうのが1話に限らず前回そのデビッド・フィンチャー ってこの監督の名前がセリフにわざわざ出てきて今回もまだその路線っていうのが消えきれていないということを考えるとうんこれはゴーン・ガールに似ているつまり奥さんの自作自演であるってなんか大熊重信みたいなしゃべり方になっちゃいましたけどもであるみたいな感じに考察班がなって外れたら。 制作側はざまみろと思うじゃないですか <laughs> だからそれを考えるとその可能性もあるしそうっぽいぞっていうのを如実に演出することによって実は違うんだよと本当に誘拐されてんだよとかまあ奥さんと息子と娘と3人別々に誘拐されてる別の事件に巻き込まれてんだよとか事故に巻き込まれてんだよとかそういう可能性っていうのもゼロではないのかなっていうふうに思うのでゴーンガールっぽさは継続しているけれどもゴーンガールって とオチが絶対一緒かなっていうとがまだ私の中では、えー、疑問点というかあの疑っている部分でございますで。あとは前回私言ったんですけどこの映画「セブン」これもデビッド・フィンチャー監督のものなんですけども「セブン」っていうのは7つの大罪に、えー、とリンクする似ているような暴食だったらその食事いっぱい食べさせて胃を破裂させて殺すとかすっげえ残忍なんですけども、まあ、ある犯人が7つの殺人を犯すことによって「セブン」が。 え完成するっていうバッドエンドのまあ映画なんですけどもこれはですねゴーンガールは奥さん失踪したと見せかけた奥さんが自分で仕組んでいたものなんですけれどもセブンは奥さん死んじゃうんですよ奥さん死んじゃうバッドエンドなんですよまたまたネタバレしましたけれどもでバッドエンドですよだからその意味ではゴーンガールっぽく見せてセブン的なその奥さんが死んじゃったお家でもそうすると穴ンと一緒だなとかも思うんですけれどもまあその。 デビッド・フィンチャーってワードが出てきたからこそデビッド・フィンチャーのさまざまな作品のハイブリッドでこうこういうような人間をか乱させているのかなっていうことをちょっと思い始めたりもしております。でまたデビッド・フィンチャー監督はこれネットフリックスのドラマなんですけれどもこの「ハウス・オブカード」っていうこれアメリカの政治のドラマなんですけれども政治のドラマといっても主人公のこのフランシス・アンダーウッドっていうのは シーズン1の時は幹事長だったんですけど、最後、大統領までのし上がるんですよ。で、これ、あの手が血で汚れてるんですね。これ、あくまでもジャケットにすぎませんけども。つまり手を、手を汚してでも自分の権力を手に入れようとする男の物語で、あの倫理もクソもないんですよ。つまり、手段を選ばない、遺書のサイコパスの大統領でございますので、そういったその手段を選ばないっていうものであるとか、 まあデビッド・フィンチャー監督のさまざまな映画のサイコパス的な側面がこのドラマの中に結構凝縮されていたりもするのでなんとなく今回の真犯人フラグを見ていてもそういったそのサイコパス感その、ね、ちっちゃい脇役とか含めてであるとか、まあ、猟奇的な殺人であるとか、まあ、第3はそこまででなかったんですけれどもっていうのが今後、まあ、起こりかねないのかなっていうところはですね考えておりまた、ま、デビッド・フィンチャー監督に関してはすのません,2話のまんま 書持ってきてきい,、まあ、いろんな映画そしてドラマがあるんですけれども、まあ、現時点では今申し上げた通りセブンゴンガールハウス・オブ・カードあとマインドハンターっていうまあ,あの猟奇殺人の話がありますのでこの辺がまあ、えー 制作時は若干モチーフにしていいいいることととは間違いないと思いますであ,とまあファイトクラブ、ゾディアック、ドラゴンタトゥーの女とかっていうのも、えー、と若干の,その猟奇感っていうのはありますけれどもこの辺っていうのはまだ、えー、真犯人フラグを見ていて如実に現れている感っていうのは私個人としては、まあ、映画メディアの編集中でずっと映画畑で生きている人間としては思うところですねだからやっぱデビッド・フィンチャーを意識しすぎることによってオチは全然別のものが用意されているっていうのがなんとなく今私の思考回路としては思っているところかなってところですね。はい でここからはですね、非常に簡単な説明になるんですけれども、まず光と一世が今回付き合っていたということが分かりました。まあ16歳と23歳とのことですけれども、私が23歳の時は全然モテなかったんで、16歳どころか同い年とも付き合ってなかった気がします <laughs> ど、うでもいいか、そんな話は。まあ、そうかもしれないんですけれども、あのまあまあまあ、あるんじゃないですか、普通に高校生と大学生が付き合うってこととか、まあ、大学生じゃないけれども、まああると思いますので、そこはまあ置いといてではあるんですけれども、この2人の、 付き合っているってあるとかそのパン屋のエピソードとかっていうのはわざわざ回想の映像を用いてまあ一世の語りとはありましたけれども描いていたのでそのセリフ自体には嘘はないと思いますこれが嘘だったら映像で描かないと思うんですよ回想シーンとしてなんだけれどもそれは2人の付き合っているもしくは付き合っていた時の良き思い出の部分にしかかて しかな、なでしかなくて、その後何かあった上で今いなくなってるっていうことは容易に考えられますよね。なので、その辺がちょっとやっぱり気になる部分だなというふうに思いました。つまり私の考えとしては、えっ、ー、と、一応ここでは、付き合ってる人は本当って書いたんだけれども、付き合っている、付き合ったっていうことは本当だとは思うけれども、うーん <laughs>、あの、 お本当ですかあの今も付き合ってるんですかっていうところはちょっと気になりますよね,これね。時系列が気になっちゃうんですよ。結局、光が失踪してから1週間後に来てるんですよね、涼介の前に。1週間経ってるんですよ。1週間もいても経ってもいられなくなるでしょ本当に愛していたらというところがあるので、やっぱちょっとその辺気になる部分ではあったなというふうに思いましたよとで山田と。 ともこうですねこの2人この2人に関しても、なんか意味深な感じで会っていましたけれども、まあ、不倫なのか、なんなのか、もしくは何か小さい話を知っているかもしれないですけれども、あの警察に対して口裏を合わせるみたいなことを言っていたので、何かを言わないようにはしていると思います。ですけれども、それがもしですよ。 あの息子がね涼介の息子が監禁されているとかそんなことだったらこのタイミングで口裏合わせなんて言いませんよ。ですのでそれは考えられないのであの結末につながる何かの 伏線ではないいと思っています多分今後のエピソードのどっかでこれは明かされるけれどもそれはそのつまり3人が失踪した真相であるとかあの冷凍で送られてきた男の子の話と直接的につながるものではないんじゃないかなというふうに現時点では思っています。もちろん来週以降さまざまストーリーを重ねていくことによってあああれそういうことだったかというふうになってまた改めてその正しい伏線に浮上することはあるかもしれませんけれどもまあちょっとまだ言い切れない部分があるなというふうに思っています。 で山、えー、中でのエピソードは真相につながらないということなんですけれどもこれも,もう最初のダイジェストのところである程度話はしちゃったんですけれども結局その山中でわざわざ携帯の電源が入って警察まで来ていてそこに携帯とその要は、えー、と携帯が触った指輪があったっていうようなそんなんあのわざとでしょ絶対わざとそれをやっているイコールやっぱり涼介を振り回すっていうために それをやっているつまるところ、それをやっている理由っていうのは、ローファーをあの工事現場ね、家の建設現場に埋めたのと同じ思考回路でやっていると思うんですよ。それをやることは、つまりそれは何ら事件の解決のヒントにはならない。 だけれども、みんなが振り回される一種の愉快犯的な何かであるというふうに考えるのが、多分正解と私としては思っています。もちろんその中に、あの現場の検証の中で、警察の人間、もしくはみずほとか含めて、ですねもちろん何かを知っている人間が紛れ込んでいる、言うならば犯人の1人が紛れ込んでいる可能性は十分にあるとは思いますが、まあ、愉快犯的にこのようなことをやっている以上、それが本当に3人が仮に誘拐されているなら、それを救出するきっかけには当然つながら な,らないしだってわざとやってんだからそれでそれできっかけつながっちゃったら捕まって無事だろうが無事じゃなかろうが犯人捕まったら終わっちゃうじゃないですかだからそれは絶対ないんですよだからそうだしうんだからそれを考えるとやっぱり直接的な伏線ではないのかなというふうに個人的には思いましたねという上でじゃあちょっと今の時点での考えをいろいろと、まあ、軽くですけども整理させていただきましたまああくまでも私まだえっ、ー、と全然真相には至らないよっていうタイプなので思っているタイプなのでちょっとその辺ではあの 全然伏線拾ってくんないのでと思われる方もいらっしゃると思うんですけどもまあまあそういう視点なのでお許しくださいまずみずほに関してはやはり単独で動き回るには無理があるなというふうに思っていますやっぱり凌介の非常に近くにいますので仮に彼女が一人で単独犯の場合しかもまだ3人がどっかに監禁されているとか生きている場合下位棄してんだったら話は若干わからなくもないですけれども、まあ、その辺を考えると今回その山奥で携帯の電波が入ったということを含めて ちょっと単独犯は無理があるんじゃないかなというふうに個人的には思っておりますその上でちょっと過剰書きさせていただいたんですけれども、まあ、まずはそのゴンガール的な説で今凌介の見えている世界っていうものを中心にドラマが描かれていて今後後半戦では家族が見えている世界という視点の違う物語が展開される可能性っていうのはま,あまだ潰しきれないなというふうに思っていますでさて来週って書いてあるんですけど来週選挙でお休みなんで再来週ですね再来週は そのなんか死亡をね、涼介が死亡しているような手の扱い、葬式の,あの扱いから、今度、不倫疑惑になっていくんですけれども、多分実際にこれ、ゴンガールだったら実際している手の話になってくるんですけど、多分してないんじゃないかなと、私としては思っています。これ、多分一1話の元木の話かなと、個人的には思っています。これは本当にまさにちっちゃい伏線なんですけれども、第1話で元木、生駒里奈さん演じる元木が、電車から降りた涼介にこう腕を組んで話をしたじゃないですか。でそのシーンで 回もし見返していただければまあ分かりやすい伏線だったんで分かると思うんですけれども1回カメラの視点がちょっと2人から離れたシーンになるんですけどそうした時に手前に1人携帯電話を2人にこうちょっと寄せてる感じで自撮りカメラ、ま、フロントカメラを2人に寄せてなんか盗撮しているような手が見えるんですよ。なので で腕を組んで,るんです、ね、その時元木と涼介に関してだからそれが映像としてばらまかれたら不倫疑惑はいくらでもデマ,デマではありますけれどもあの広まるきっかけにはなりますのでそれかなと個人的には思っています。で これに関してもそうなんですけどもそれっていうのは3人が無事かどうか小さい男の子はなぜ殺されたのかあれは誰なのかっていう真相への伏線ではなくて今後の話への伏線なんですよねだから不倫疑惑をするための伏線がその2人の腕組みでございましたので今後の話への伏線っていうのが多分今このドラマの中では大半を示しているんじゃないかなというふうにえ示してる大半を占めているんじゃないかなというふうに個人的には 思っていますで今の時点で怪しい人物がそのまま犯人じゃあまりに面白くないのでそれを考えると今怪しいと思っているず穂であるとか一星であるとかあとはえとまあ、同僚の2人とかかなに関してはちょっと同僚じゃない同級生の2人とかっていうのは考えにくいのかなというふうに思っていますで水穂単独犯に関しては先ほど申し上げたとおり物理的に難しいと思うのでそれはなさそうですが 複数犯でやはりこの鈍感さのある凌介をはめている感じであるとかもしくは3人今失踪していますけれども同時に失踪したんじゃなくて実は複数の事件が同時進行で進んでいるっていう可能性はなきにしもあらずなのかなというふうに思いますでもし複数の事件が同時に進行していたら先ほど私が言った真相っていうのは一つじゃなくて複数になるのでそれをやると無駄な伏線が減るんですよ本物の伏線が増えるのでこれで話が進むと 面白くなります話がこれも本物の伏線あれも本物の伏線って形になってくるので実はこれだったらより楽しくなるなって私としてはちょっとこうなってほしいってい願望があったりもいたしますという感じですかね。であとあのパラレルワールドって言葉が出てきたりもしていたので涼介が二重人格とか、えー、幻覚を持っていたりっていう線に関しては潰せる証拠説得材料はないんですけれども。 でもそこまでやっちゃうと話カオスになるなというふうに思ったりもしてるのでちょっとあんまり押せないなというふうに思っています。でですので まあ今、第3話を見てみた上でまとめさせていただくと、まあ、伏線を探すっていうことではなくて、まあ、伏線の中から本当の真相につながる伏線を探すでないと、やっぱり考察する上ではいけないかなというふうに思っています。でその上で、猫おばさんに関してもいろいろな、ねまあ、あの考察仮説がありますけれども、猫おばさんっていうのは結構神出鬼没にね、あのいたりとかもしますので、猫おばさんは異種の小野ちゃんじゃないですけれども、真実を彼女の、 その視点から若干感づいているとか見えているんじゃないかなというふうに思っているのでその第三者視点的なもので真相を知っている可能性とは十分にあるかなと思うので猫おばさんはまだまだ検証してみる価値はあると思いますしあまり私第1話第2話の猫おばさんのところ、えー、と細かく見返してはいないのでちょっと猫おばさんに関しては全体をこう見た上で私気になってまいりましたのでちょっと見返していきたいなというふうに思って今後の考察に生かしたいなというふうに思っております。 以上でございます。ですので、まだまだちょっとね、あのー、わかりません。あのー、わからないことが多すぎるのと、フェイクの伏線はたくさんあると思いますので、まあ、それらにこう、心を持っていかれすぎないように、私としては極力冷静に見ていければと思いますので、なので、私の考察をこう、ね、一番信じてくれとか、そんなこと一切言わないですけども、いろんな考察があると思うので、いろんな考察を見た上で、また皆さん多分おっしゃってること違うと思いますので、その上で私の考察を見ていただくと、冷静にそれらをこう、 主事は選択して皆さん自身がどう思うかっていうことをの考えを導き出すきっかけになると思いますのでそのようにあの冷静になるきっかけとして今後もえ私の動画使っていただければ幸いでございますはい以上になりますえー、と来週は選挙でお休みですので再来週また、えー、考察させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたしますはい本日は以上になりますご視聴いただきましてありがとうございましたそれでは